ロベルト・ホセ・ロサレス・アルトゥーベは、ベネズエラの首都カラカス出身のサッカー選手。キプロスファーストディビジョンのエクラル中に所属している。2006年に、地元のカラカス FC でプロデビューし、2007年7月に、ベルギーに渡り、カー・ヘントンに移籍。ミシェル・プロドーム監督のもとで力をつけ、右サイドバックの先発に定着し、2010年のリーグカップ優勝を経験した。 2010年7月、プロドームが新たに就任した2009から10シーズンエールディビジ優勝チームの f c トゥーエンテニー席、2010から11シーズンの UEFA チャンピオンズリーグにも出場し、同リーグ史上初のベネズエラ出身の出場選手となった。同シーズンでの UEFA チャンピオンズリーグでの活躍でロサレスはレアルマドリードや アーセナル FC といった競合チームからも注目される存在となる。ロサレスは2013から14シーズンまで FC、トゥーエンテでプレーし、2014年7月にマラガ CF に移籍した。2018年8月30日、RCD エスパニオールへのローン移籍が発表された。2019年7月24日、CD レガネスと2年契約を締結した。 2007年に19歳でベネズエラ代表に招集され、コパアメリカ2019などの主要大会に出場している。ありがとうございます。